今22歳らしい大人っぽい表情もありつつ、1日目にしていい感じではないかなと思っているので、明日はハウススタジオだったり、あとはですねカフェで撮ったりする予定ですので、楽しみにしていてください。では今日はお疲れ様でした。